2021年のチャンピオン、ジョアン・ミル2020年のモートジッピーは、フィムロードレース世界選手権、第72回大会の最高峰クラスとなる。ジョアン・ミルが、第14戦バレンシアグランプリでタイトルを獲得した。マルク・マルケスト・レプソル・ホンダが、ディフェンディングチャンピオンとして、シーズンに臨んだが、第2戦スペイングランプリの決勝レースでクラッシュを、必死右上腕骨を骨折をした。 手術後、第3戦アンダルシアグランプリに強行出場し、フリー走行に出走、予選9-1にも出走したもののわずか1周で、ピットに戻り、それ以降の全てのセッションを欠場となった上、その無理がたたり骨折箇所に埋め込んだチタン製プレートが、破損し再手術、その後レースへ復帰することはかなわずシーズンを終えた。選手権3部門制覇を3年連続達成してきた、ホンダは無冠に終わり、 1981年以来となる最高峰クラス未勝利のシーズンとなった。チャンピオンシップは第2戦からに連勝したファビオ・クアルタラローがリードしていたがタイヤサプライヤーのミシュランがリアタイヤの構造を変更したことなどに全メーカー苦戦し前半戦終了時点で優勝者6名、首位から25ポイント圏内に9名という大接戦のチャンピオンシップとなった。 その後アラゴングランプリでジョアン・ミルが首位に立つと3戦連続表彰台を獲得し第14戦バレンシアグランプリでタイトルを獲得した同時にチーム鈴木エクスターは初めてチーム部門でタイトルを獲得し2冠を達成したバレンシアグランプリ終了時コンストラクター部門で鈴木はルカティに201ポイント同位まで追い上げを ミセタが最終戦ポルトガルグランプリでジャック・ミラーが2位でフィニッシュしコンストラクタータイトルはドゥカティが獲得した。これはドゥカティにとって2007年に3冠を達成して以来13年ぶりのコンストラクター部門制覇であった。また数多くの快挙や記録が更新されたシーズンであった。ファビオ・クアルタラロ、ブラッド・ビンダー、ミゲル・オリベーラ、フランコ・モルビデリ。 ジョアン・ミルの5名は最高峰クラス初優勝を飾った。中でも、ビンガーの勝利は、KTM が、ファクトリー参戦してから、初めての優勝であり、参戦1年目の初優勝は、歴代4人目の快挙であった。そして3つのチームは最高峰クラス初優勝をし、ヤマハのサテライトチームの優勝は20年ぶりのことで、あった。 発足2年目のペトロナスヤマハ s ス RT は6勝を上げ、チーム部門2位を獲得した。ジョアン・ミルのタイトル獲得は鈴木にとって2000年に、ケニー・ロバーツ・ジュニアが 500cc クラスで総合優勝して、以来20年ぶりで、モートジッピークラスになってからは、初めてのタイトル獲得であった。同時に、ホンダ・ヤマハ以外のライダーのタイトル獲得は2007年。 ドゥカティのケイシー・ストーナー以来13年ぶりのことであった。日本人選手の活躍は中上隆明がテルエルグランプリでポールポジションを獲得し、日本人ライダーとしては2004年に玉田誠が獲得して以来16年ぶりのことであった。シーズンカレンダーは新型コロナウイルス感染症の流行の影響を大きく受けた。当初20戦を予定していたグランプリは、 中止や延期が相次ぎ、6月11日に全15戦となる改定版の開催日程が発表された。7月31日に延期されていたグランプリの中止が発表され、モートジッピークラスは1986年以来初めて欧州のみでの開催となった。影響を受けたライダーヤマハはエンジンの技術的変更に関して、 モーターサイクルスポーツ製造者協会の全会一致の承認を得る必要があるプロトコルを無視したとして罰則が課された。カタールグランプリの時点で認証を得たエンジンとスペイン GP スティリア GP で使用したエンジンが認証を受けたものとは異なるエンジンバルブを使用していた。当初ヤマハはバレンティーノ、ロッシ、フランコモルビデリがエンジントラブルによってリタイアしたことを受け、 安全上の理由からエンジンの開封許可をムズマへ申請していたが、自設の正当性を裏付ける技術的資料を提出しなかったため開封許可の申請を撤回していた。批准許エンジンを使用して獲得したコンストラクター部門の50ポイント、チーム部門のファクトリーサテライトそれぞれ20ポイント37ポイントを剥奪した。なお、ライダー部門のポイントに対しては、 ペナルティは適用されなかった。その後ヤマハはフィムの制裁を受け入れるとして決定に対して上訴しない公式声明を発表した。開催中止、または延期が決まったレース改定後の開催日程についてポイントは15位まで完走した場合にのみ与えられる。ありがとうございます。